ちはグッピーこずえです。今日はちょっとお昼ご飯にカレーを食べようと思うねんけど、私ね実はねメスティンでカレー食べたことあるんですけど、なんか自分で作った冷凍カレーを海辺に持って行ってそれを炊いて一人で食べるっていうすっごく怪しいことをしただけで、まだちょっとねレトルトカレーに挑戦したことがないんですよ。メスティンで小炊飯でご飯炊いてこの上にレトルトカレーを乗せとくとこれがあったかくなってカレーを食べれるみたいな、それめっちゃやってみたいやんと思って、もうめちゃくちゃテンションが上がって、もうめっちゃ美味しそうなやつ買いました。スパイスフルカリー、楽しそうな、なんか夏っぽいパッケージのやつで、でキーマカレー、なんかキーマカレーについて結構なんか研究してんねやんか、研究っていうか、まあ、銀座カレーのキーマカレーっていうやつがめっちゃ美味しくて、友達夫婦がもうどっちかがどっか行った時に見つけたら絶対買うなっていう家のルールがあるみたいな、そういうなんか謎のルールがある友達がおって、それで銀座キーマカレーを食べて、あ、めっちゃ美味しいキーマカレーと思って、今回はこのキーマカレーにしたっていう経緯です。何これ説明なが。で、こないだ、メスティンでめっちゃ辛い。思い出すだけで辛い。18金カレーっていうやつ食べたんですけど、スープを凍らしといたんですよ。激辛の素1個かな、2個かな、入れたら、ちょい辛って美味しいんじゃんと思うから、ちょっとやってみたいと思います。感じ？結構かな。ほんまにこれでぬくまるんかな。しかもなんかこういう楽しそうなものが入ってました。いやー楽しそう、かわいいイラストも。プラって書いてんのももう可愛く見えてくるわ。もうとりあえずこの激辛の素は2キューブだけ用意して、ちょっと徐々に足していかない。ここに置いとこう。ちょっと溶けやすいように。これ裏返ってみたりしようかな。ぬるいぐらい。あー、お風呂やった。っていう感じの温度ぐらいにもなって、うん、なんかめっちゃご飯の匂いしてきた。しかもこれもちょっと結構熱くなってきてねえな。え、めっちゃ熱くなってきてる、すごい。あー、激辛の素やばい、なり怪しい感じになってきてる。火消えたっぽいのでおろして蒸らします。一応この中に一緒に入れちゃいます。10分から15分ぐらい蒸らしました。あ、めっちゃ熱くなってる、これ。よいしょ。わー、炊けてる。ちょっと思ったより1合って多いんで、ちょっと夜用にこれをまず入れますね。めっちゃいい匂いする。うわー、これはでも外でやったらもっとめっちゃテンション上がるんちゃう。うわ、楽しい。あったかい。わ、すごい。はい、できたよ。ということで、まずはそのままでいただきます。そう考えてもこの瞬間が多分一番幸せな可能性あるわ。いただきます。あ、おいしい。めっちゃおいしいカレーだ。キーマカレーってキャンプとかでやんねやったら、なんか野菜とかを焼いてかぼちゃとかを焼いたやつをちょっと添えたりとか、ウインナーとか添えたらめっちゃいいかもしれへん。スパイスミックスっていう、なんかこういうのがついててお好みでどうぞみたいなレトルト系好き。何このスパイシーそうなやつ、すごくない？なんかすごいいろんな色の赤とか茶色とかごまも入ってるな、これ。じゃあいただきます。全部入れよう。辛くない？あ、めっちゃ美味しいわ。なんかレトルトカレーやっぱ楽しいよな。友達とかと行くんやったら違うレトルトカレーを一人一個ずつやって、ちょっとちょうだいちょっとちょうだいとかやったらめっちゃ楽しいかもしれない。もうええか。美味しいよこれ。なんか日本酒みたいになってるけどこれ。でももうちょっとだけこのままでいい。なんでこれ今から入れるかって言ったら、これでもしカレーがちょっとピリッと辛くなっていいやってなったらいいなと思うんで、ちょっと入れてみます。一瞬ギュッて入れたぐらいで一回試しますね。全然辛くない。スープっぽいところをちょっと入れて、ほんまこれぐらいでいくで。一瞬で激辛だった。辛っ。でもまだなんか、あ、辛いとかいうレベルの辛さ。あ、美味しい。あ、美味しい。ココイチの辛を食べたことあるんだけど、そこまではいってない。7辛くらい。ただもうこんだけ残ってるから、すごいんや、やっぱ18金カレー。そう考えたら、あのスパイスを、ちょっとずつちょっとずつカレーに足すと考えたら、あの300円くらいは安いかもしれない。あれを買ったことは、後悔じゃなくなりました。あ、今めっちゃいい辛さや。これも絶対全部入れたらもうあかん。あとは美味しく食べるっていう。楽やから。だからちょっとほんまにごめんやけど、ほんますいません。辛っ。これ多分夏やったらもうバリアー汗かいてると思う。これ以上入れたらもうギューギューっと。もうちょっと入れる。このまま食べたら絶対あかんねんけど、卵を割ってみる。カレーに卵って大好き。はい。自由軒のカレーみたいになってる。辛いけど自由軒のカレーみたいになってる。大阪
のカレー屋さんって絶対ソースあんねやんか。大阪の人ってカレーにソース入れんねやんか。うちのお母さんもそうやねんけど、あのね、たこ焼きのブレンドソースが余ってるからちょっとこれに入れてみて。甘くなった。じゃあ大阪人が好きそうな。ゴミがずっと映ってた、ごめん。カレーにはこのね、ちょっとヨーグルト飲料が、あえてさ、買ったヨーグルッペってやつあるやん。あれ近くのスーパーでな、めっちゃ安いねん、50円ぐらいで売ってんねんか。安すぎてか知らんけど売り切れとったから、ユニックヨーグルト味を。ごちそうさまでした。メスティンレトルトカレーって初めてやったんですけど、全然あったかくなるし、私結構朝からカレーとか全然いける派なんで、キャンプの朝ごはんとかにもめっちゃいいなと。で、あとすごくキーマカレーはやっぱり美味しいということに気づかされたので、すっごい開け方が今度はなんか外でキーマカレーを作って食べたりもしてみたいなと思います。ではでは、美味しいレトルトカレーとかあったらぜひぜひコメント欄で教えてください。ピクニックっていうか、私の気分めっちゃピクニックやねんけど。